まあ、あの入りも良かったですし、あの後ろもラインを高く、永井さんだかなんかも常にあの声を、ね、出してあの前のサポートしてくれてたんで、まあ、非常にやりやすかったですし、ただ、まあリードした中、まあ、相手があれだけリスクかけて前掛けになってきたんであれば、まあ、3-1 にしたり4-1にしたりっていうところを見ていかなきゃいけないと思うんですけど、やっぱここで追いつかれるっていうのは、まあ、自分たちで首を絞めた部分もあったと思うんで、まあ、やっぱり強いチームになるにはそういうところを、ね、しっかり見ていかなきゃいけないと思うんで、まあ、3-2で勝ったのはいいんですけど、やっぱり2-2されたところをしっかり厳しく自分たち見つめ直して、まあ、もう一つあの連戦最後あるんで、やっぱりいい形で勝って締めくくっていきたいと思います。まあ、まだそんなにこう上にいる感じはないんで、やっぱりもっともっとリーグが佳境に入った時に、まあ、そういう位置にいたいですし、まあ、一つ一つ目の前の試合であの自分たちのサッカーをして勝ち点を積み重ねて、やっぱり上で戦っていきたいなって思いますけど、はい、ゴージさん、重かったですか。重かったです。あれきつかったです。あれが試合で一番きつかったでした。はい、お疲れ様でした。